ファクターの宮島です。今日の朝刊でいわゆるこの共産党のここ1週間ばかりの大量擁立ですね、まあ、220、230立てるとおっしゃってますけど、かなりの動揺というんでしょうか。これについて幹事長はどういうご説明をして、どういう受け止めをされているのかが一番伺いたい。で、先ほどコミュニケーションとおっしゃったけど、共産党のパイプって岡田幹事長であり、まあ、国田さんの関係を含めて安住さんだったと思うんですね。今の現執行部で共産党首脳部とこういう問題についてどこまで話し合えるかっていうと、おそらくそういうものがないんじゃないかと。これから東京を含めたところでどんどん建てられたら、これ容易にならざることになるっていうのは分かるんですけど、その辺ですね、今日上官でどういう話があって、幹事長としてはこの問題をどう考えになっているのか率直に伺いたい。常任幹事会で直接討議の対象には今日のところはなっておりませんけれども、繰り返し申し上げるように一人区で野党が一本化が望ましい、越したことはない。もうこれは何度申し上げても申し上げ足りません。それから情勢がさほど単純ではなく、容易ではなく、厳しい状況にあるということを率直に認め、執行部を預かる以上そのことにある種の責任を感じながら状況と向き合っていきたいと思っております。そしてお尋ねの、さまざまなコミュニケーションのチャンネルですが、当然全体制下で、泉代表そして岡田幹事長をはじめさまざまご努力をされてこられたことは事実だと思います。しかしそこだけじゃないか、あるいはそこにしかないんじゃないかという仮にお尋ねだとすれば、私は例えば2016年まさに前年の安保法制に対する国民的な猛抗議を踏まえて、あの頃からでした。例えば野党共闘という言葉が語られ、そして共産党さんが選挙区調整に応じる構えを見せていただき、そして私どもも歩み寄り、でその時の一つの象徴区が参議院香川選挙区で、私の地元でした。私の地元で党方が擁立した候補を取り下げることとし、そして結果として32の一人区で全一人区で野党候補が一本化され、その前の参院選で2つしか勝てなかった一人区が11勝したというのが2016年の参議院選挙の歴史でした。当時小池先生はじめ関係の皆様と本当に真摯な協議に臨んだことは、今でも忘れがたい思い出ですし、その後折に触れ様々な話し合いを続けてきたことも事実ですし、そして今日ここにいる誰とは申し上げませんが、あらゆる角度であらゆる努力を継続していろいろな人間関係、時にこれ利害は対立します、別の党ですから。しかしそれでもそういう状況下にあってなお一定の対話のチャンネルや人間同士の信頼関係を築き上げてきたことは、繰り返し申し上げますが重層的ですから、この重層的なパイプチャンネルでしっかり対話を継続していく、諦めずに責任感を感じながら継続していくというのが基本だと思っております。今後の共産党のパイプはおそらく小川先生なんだろうなと。17年16、17年のことは私もよく覚えてますから、当時小川さんや、安住さんが共産党大会行ったりしてましたからね。ただその小川さんのところに共産党は候補を立てましたよね。それもリアリズムですよね。それからもう一つ、私がよくわからないのは、立憲の中の方に聞くと、立憲共産あるいは閣外協力っていうこのレッテルですね、これが剥がれてよかったんじゃないかと、そういう人も実はかなりおられるみたいなんですね。だからその難しさっていうのはよくわかるんですけど、そこのところはね、幹事長としてはどういうふうに考えるのか。やっぱりそれが剥がれてよかったという選挙区も多分あるんだと私は思うんですよね。その辺のところは新執行部はですね、野田さん、幹事長の小川さん、やっぱり共産党、共産立憲のこれは重たかったから剥がれてよかったと思ってるのか、これは率直に伺いたいんです。剥がれてよかったということを言ってる人もいますよというお尋ねであれば、それはいるのかもしれません。ちょっとここを誤解なく慎重に申し上げたいんですが、ちょっとあえて言います。あえて政治的立ち位置を、よく右だ左だって言いますよね。あえて右だ左だって言います。そうすると、例えば左は
右が嫌だとか右を切れとかいうことを時に言いがちだということがあり、逆に右は左が嫌だとか左を切れとかいうことを時に言いがちであるというのが経験上感じたことがあります。しかし野党第一党は、私ども野党第一党は常に野党のど真ん中に立って、もちろん右からこう言われたり左からああ言われたり状況は様々です。しかしあらゆることを受け止めながら謙虚にそして真摯に対話を重ねていくということに尽きるわけです。ですから剥がれてよかったなという人がいるのかもしれませんが、それに同調する気持ちはありません。野党第一党は常に辛抱強く野党のど真ん中に立って、右左、あえて言えば前後ろいろいろですが、あらゆる声を受け止め、いずれからも信頼され、時に利害が対立してなおです、どんな時も信頼され確固たる存在感でいるという責任を負ってますから、その上でちょっと一言だけ言わせてください。よく立憲共産党、立憲共産党とレッテルを貼りたがる方々いらっしゃいますが、立憲共産党という政党はこのように存在しませんからね。ただただあるのは立憲民主党という政党と日本共産党という政党があるだけですから、時に協力したり連携したりすることもあり、時に利害の一致を見出せないこともあるだけですから、立憲共産党という政党は存在しませんから、それはちょっとこの場をお借りして、でもう一つだけ、その言葉を悪意なく意図なく故意なく使っている人に私は会ったことがない。立憲共産党という言葉を使いたがる人は分断を煽り、そしてなんだか知りませんが、ある種のちょっと侮辱という言い方が当たってるかどうか分かりませんが、嫌なんでしょう。そういう野党の協力体制ができることを嫌がってる人たちがいるんでしょう。その、ある種誹謗中傷だったり、私はこの言葉を悪意、故意なく使ってる人に会ったことがない。繰り返しますよ。立憲共産党という政党は存在しませんから。あるのはただ立憲民主党と日本共産党という政党がある。その政党の名前を勝手にもじったりなんだり しながら揶揄するのは、その後ろにいる何百万人何千万人という有権者への 存在に対する想像力とか、そういうことに欠けた極めて失礼な態度だということを私は申し上げたいと思います。それも含めていろんなことをいろんな方が言いますから、あらゆることを謙虚に受け止めたいと思っています。